日本滋賀県犬上郡と与里町、あじき西安植西は滋賀県犬上郡と与里町の大技。北は彦根市南川瀬町、東は四十九院、南はあじき南、西は彦根市安木中町、北西は彦根市に出町に隣接している。障子は以下の通り。江戸期はあじき西村であり、犬上郡のうち、彦根半領。 県地は慶長七年。村高千百六十八国余りで幕末まで変わらず。推理が悪くしばしば考えにあった。神社は、あじき神社、遠逆式神明町に、犬神郡七座の内安あじきに座る古社で、あじき省内のうぶすながみ。あじき池は神社藩地の池の霊として古く、県名省である。寺院に、新州本願寺派やすまさ寺 格上寺があった。格上寺は味木七教の宇治寺として照明寺と言ったが文明7年に改修、事業を解消した。明治5年滋賀県に所属。翌6年、村内で最初の立ち務学校を設立、同19年間以下味木小学校となる。明治13年頃の個数83、人口400、六63町9貫、畑6町1貫、 米山線354国、河原320坪、生茶250斤、小6個は他国行商。同22年に犬上郡、安永村の大あざとなる。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。